ペタジーニは1998年にヤクルトと契約し、1年目から打率3割2分5厘、44本塁打でホームラン王を獲得した神助っ人である。デッドボールを連発され、報復行為をチームが行わなかったことで不満が蓄積し、スターだった池山の引退試合では途中で帰宅している。2002年シーズンオフに高額年俸、慢性の膝痛が原因となって退団した。退団後は争奪戦の末に NPB 最高の推定年俸7億2000万円で巨人に入団した。巨人に入団後も好成績を残すが、怪我の悪化や高額年俸がネックとなり、2年で退団し日本球界を去った。2010年にはソフトバンクに電撃入団し、ファンを沸かすも、全盛期に比べ衰えを隠せず、わずか1年で退団となってしまった。現役当時から愛妻家でも知られ、25歳年上のオルガ夫人とは現在もラブラブである。